こんにちは、屋根猫です。こんにちは。いつも動画見てくださってありがとうございます。今日はいつも屋根猫メンバーに支援していただいているあきみたんからもらっているフードをですね、どの猫にどのフードをあげているのかなっていうのを知ってほしいなと思って、まあきみたんにねビデオレターみたいな感じになるかと思うんですけど、支援していただくにあたってやっぱりこのフードはこの子がこういう理由で食べてるんだなっていうのを分かってもらえたらいいなと思ったからです。屋根猫家は今3歳から16歳までの17匹の猫プラス野良猫が今1匹います。何歳かは分かりません。で、8歳の、ストロバイトの子オスです。とこの子が猫エイズなんですけど、6歳のオス猫です。もう1匹一番下の3歳の男の子、この3匹ご飯を食べる時に気をつけています。で、まあ両方食のねストロバイトの子はまあ当たり前なんだけど、この子はちょっと太りすぎてるからメタボを食べてほしいので、まあ、メタボだけ食べてねっていう風にして気をつけてます。で、3歳の子は別に病気があるわけじゃないんだけど、うちはほとんどが高齢猫で、食事がもう高齢猫用11歳以上とか、7歳以上、あと15歳以上とかいう食事になってくるので、その3歳の子がそういう高齢猫のねそのシニア食を食べてしまうと、今作られなければいけない体っていうのができていかなくなるのでね、だから3歳の子にはもう1歳以上とか、まあ、年齢制限がない食事っていうのを心がけて気をつけています。それでは今からいただいたフードの紹介をしていきたいと思います。なんでこのフードを選んだのか、どの猫がこれを食べているのっていうことを話できたらいいなと思っています。よかったら最後までご覧ください。はい、では最初はドライフードからね紹介していきたいと思います。前回もね、うちの猫たちはこんなフード食べてますよっていう紹介動画を出したんですけど、それとはまた少しちょっとずつ内容がね変わっていってます。同じものもあるんですけど内容が変わっていってます。それでですね、なんで Amazon 欲しいものリストを作ったか、最初の作った理由がですね、実は Amazon の方がこういうドライフードがね安いんですよ。でここは田舎だからかわからないんだけれども高いんですね。なのでAmazonの方が安いものっていうのを選んでリストに載せていってました。なんでかって言ったら、自分がホームセンターとかねドラッグストアとかに買い物に行った時に、これを例えばこれを今日買おうって思って行きますよね。行った時に値段見ます。Amazon欲しいものリストだとすぐ出るんで、自分が欲しいものを選んでるから欲しいものリストをパッて開けて値段比べるんですよ。で、なんでかっていうと、Amazon ってその瞬間瞬間っていうか、どういう仕組みかわからないんだけど、パーンって値下げしてる時とかがあるんですね。何パーセント割引とか、あとセールだったりとかしてて、めちゃくちゃ安い時があるんですよ。で、自分がこれが欲しいって思う時にドラッグストアに行ってこれを見て値段を見て、欲しいものリストでも一瞬でパッて出てくるから、自分用にね最初は欲しいものリストを作ってました。で、それから TikTok が、まあ、ずいぶん流行りだして、その時に結構皆さん欲しいものリストをこう載せてたんですね、初期の頃って。なので、あ、もしかしたら私も載せて、自分が作ってるリストをね載せといたら誰か支援してくれるかもしれないっていう思いが少しあって、それで TikTok だけにね今もずっと載せているんですけど、それをですね結局まあ YouTube の方でね、あきみたんが支援したいんですけどって言ってくださって、あきみたんだけに TikTok に載せてるその URL をこう教えるっていうか、支援していただいてる形に今なっています。で、皆さんのところはどうかわからないんだけども、このねこのメディファスの7歳、これ少し前までは3キロで1980円ぐらいだったんですよ。それが今はですね、ホームセンター行くと3キロで2600円します。正確には2580何円とかなんだけど、まあだいたい2600円します。消費税入れるとね。これが 1.5 で、ドラッグストアだったらこれ1袋1380円するんですね。で、2つ買ったら2760円なんですよ。
でもアマゾンだったら2つ買っても2418円なんですね。もう絶対アマゾンの方が安いので、もうこういうのもその都度その都度そのリストをこう見てね、ちょっと自分の近所のところよりも安いものを選んで欲しいものリストに載せていってます。でこれがメディファス11歳、この11歳とかも一緒で、アマゾンの方がねすごい安いんですよ。 1.5 を結局2個買うと3キロになるので、それでもね安いんです。これは11歳、定期購入も一応してるんですけども、どん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 もう値上がりしてるじゃないですか。だから定期購入してるけど、あんまりね変わらない、アマゾンと変わらないんですよね、値段が。ピュリナももう変わらなくなってきた。でホームセンターとか近所のねホームセンターとかドラッグストアの方が高いです。もうこのメタボとかも、もう全然アマゾンの方が安い。このねビューティープロとかも普通にホームセンターとかだったら高いけど、アマゾンの方が安いです。このキャットスマック、これもホームセンターは高いけど、ドラッグストアだと、10円ぐらい、アマゾンの方が安いです。これね、ちょっとね、ここね、たまちゃんがね、かじったのでガムテープ止めてます。って感じで、いつも見て、こっちの方が安いなって思ったのを欲しいものリストにこう入れていってる感じです、私は。そういう風に使っています。好きなんよねこれ。このスマークはね、本当にこう今すごく物価が高いじゃないですか。何でもかんでももう 1.5 倍から2倍ぐらい全部値上がりしてしまって、支援していただかなかったら普通にこういうのってもう本当ギリギリの感じでしか買えないんですよ。でまあ与えることもギリギリできない。じゃあその穴埋めどうするってなった時に、私が選ぶのはこれなんですよ、スマック。他に猫元気とか他にありますよね、いろいろ安いフード。でも私はもうこれ一押しなんですよね。ずっと昔から食べているし、猫たちも大好きだから、きっとこれをやると思います。こういうものを量を減らして代わりにこれを増やす、そういう風にこうフードを上げてただろうなって思います。なのでこれ私好きなんですね。猫たちも大好きで、何をどの猫にっていうのをちょっと言ってなかったんですけど、これですね。このビューティープロは前回キャットフードのね動画作ったんですけど、その時にはなかったフードなんですけど、これはですね、ピーちゃんっていうすごい痩せてる猫がいるんですけど、その子がね好きなので、唯一バクバク食べてくれるっていうのがこれなので、これを欲しいものリストにね入れさせてもらいました。白黒の猫なんですけどね。あとこれ一押しですって言ったら、これはですね、基本これは外のねノラちゃんにあげています。でこの子たちも大好きなので、ちょっとおやつ代わりにねちょっとあげています。でこの子エイズのねたまちゃん、あおちりエイズのねたまちゃん6歳なんですけど、この子まだね去年まだ1年経ってないかな、保護してなのにこんな、あーやだー、おーおーブインブインブイン、なのでメタボ、これをねこれを食べてます。いつもだったらね、これメディファスの1歳以上っていうのがあるんですけど、それはねまだストックがいっぱいあったので、今回あきみたんが送ってくださる時にはリストから外していました。次はじゃあウェットを行きましょう。はい、じゃあ次はウェットフードを紹介していきたいと思います。まずですね、こちらはもうマロ君っていう8歳のね男の子のストルバイトの分のウェットです。フィリナワンの7歳です。これはですね、今15歳のマルちゃんっていうグレーのメス猫がいるんですけど、その子がねすごくこれ大好きで、これをね食べてます。これもですね、ドラッグストアとかホームセンターとかで買うよりもアマゾンの方が安いです。でこっちもですね、これはマロくんがまあこれ高いので、こればっかりね毎日やれなかったりするから、これをまあ3日やったら1日これを挟んだりとか、2日やってこれを挟んだりとかして、合間合間でこのピュリナの尿路健康維持っていう混ぜながらマロ君にはあげています。アルカンの味わいチキンで15歳なんですけど、これはねチキンがね結構コロ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 したのが入ってます。スープがすごいいっぱい入ってるので、高齢の猫たち
はこれを食べてます。味わいチキン一緒なんですね。味わいチキンってなってるんだけど、でこっちがねドラッグストアとかで売ってないんですよね。でアマゾンで買うようにしています。そうね、1時間か1時間半かけて、 こっちに1時間、こっちは1時間半ぐらいかけて大手のねあのホームセンターとかに行けば置いてるんだけど、でこっちがね年齢制限なしの味わいチキンなんですけど、スープがすごいいっぱい入ってて、夏とか特に水分取ってほしかったりするのでいいかなって思ってます。でこれはこれね総合なんですよ。で前回まではこのねおやつみたいな感じのやつをリストに載せていたんですけど、それを全部ね総合栄養に変えました。これとこれも総合栄養なんですよ。で、このミャンミャンも総合栄養、総合栄養。これ何かっていうと、これは外のね、ノラちゃんに3本足でね、いつもこう外をね、うろうろしてるから、もうすっごいやっぱり体力を使うみたいで、おやつとかよりね、やっぱり総合栄養っていう形で取らせてあげたいなと思って、で、アキミタンがね、支援してくださるので、これはね、もう全部ノラちゃん、サンちゃん、サンちゃんに、サンちゃん用です。この総合栄養全部ねここら辺、あのここにある量だけじゃなくて、これは種類であの並べたんですけど、量はこれの、4倍の量送っていただいてます。だからこれこっちこう、こうしてこっちがねノラちゃん用の総合栄養で、これはうちの子、これは高齢猫用です。これはマロ君、これがストルバイトのマロ君で、これが15歳のマルちゃん、まあ、マルちゃんこれも大好きなんでね、こんな感じです。このねあのおやつもねチュールをやるよりももう総合栄養をやりたいなと思って、サンちゃんにはでこれも総合栄養にしてもらって、こっちもねチュールあの総合栄養にしてもらいました。もらいましたとかね、しました、支援していただくのにね、状況を見てフードのリストを変えさせてもらっています。はい、おやつですね。今回おやつはですね、前回も前々回もですね、たくさんおやついただいたので、普通のね、チュールのおやつはね、何個か省いたのでね、まあ主にそうですね、こんな、この11歳のチュールですね。やっぱり高齢猫が多いので、11歳のチュールをいただきました。これもね、まあ、今紹介するのにこれ見せてるだけなんですけど、コミュニティの方でですね、たくさんいただいた写真をあの載せていますので、うん、どれぐらいの量くれているかっていう、本当びっくりする量くれるのでね、はい、ぜひ見てほしいです。じゃあ、私は絶対シーバは買えないぐらい高いので高級ですね。これはあのリストに載せたまんまにさせていただきました。新しくリストに入れたのがこっちですね。すごい乳酸菌っていう、これはですね、ベベちゃんっていう子がいるんですけど、ベベは今9歳です。茶色のね女の子なんですけど、他の猫と合わなくって、うち2グループに分かれてるんですけどね、この子たちはまあ私たち の、 その、まあ、B グループ、例えて言うなら B グループにいます。でベベちゃんも A グループにいるんですけど、 B グループの猫たちとも相性が悪いんですね。で A グループの猫たちとも何匹かと相性が悪いんですね。なので今もほぼ部屋ではゲージの中で暮らしています。あの誰も出ていない時庭に出してあげたりとかして、ゲージをいつも鍵は閉めてないんです。鍵は開けっぱなしにしていて、いつでも自分が出たい時は出れるように、でトイレも中に入ってます。なのでまあ自由っちゃ自由なんですけど、そのゲージの中がもう自分のお城みたいになっててね、ほとんどそこからこう動かない、まあ、動く出てくる時もあるけど、出てきたら喧嘩になったりして嫌な思いするからまた引っ込むみたいな感じに今なっちゃったんですね。なのでその子はもともとねちょっとこう便通があまり良くない子で、動かなくなったから余計ね悪いかなと思って、これは9歳の茶色のベベちゃんの分としてプラス新しくリストに入れさせていただきました。今回はキミタンに支援していただいたフ
フード、新しくね付け加えたリストの中にどの猫を食べているのかなっていうのをこう想像できればなと思って動画撮ってみました。そのアマゾン欲しいものリストの使い方っていうか、自分だけ見れる欲しいものリストっていうのをどんどん作れるので、今ねもう本当に物価が高くって、やっぱり一番安く手に入れたいたとはね、やっぱり10円でも安いところを選びたいっていう思いがいつもあるので、そのにらめっこまた値上がりしてるって、月に1回ぐらい値上がりしてるんじゃないかっていうぐらい、ペット用品とかもすごい値上がりしちゃったので、もう常に本当に買い物に行っちゃう、また値上がりしてるってねうちの猫は基本缶詰大好きなんですけど、缶詰しかあげてこれなかったからなんです。それはパウチを食べさせてあげれてなかったから缶詰が好きっていうことなんですけど、缶詰もねもうすっごい値上がりしてきて、大変。それでネットで調べると、ネットの方が缶詰ってなぜかしら高いんですよ。だから缶詰はねリストには載せていません。はい、なのでリストの活用をぜひ皆さんもしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。改めまして、忙しい中長い動画見ていただきありがとうございます。あけみたんからの支援があるおかげで、屋根猫家の猫たちはフードの質を落とすことなく、なんなら食べれてこなかったパウチを食べれて、栄養も今まで以上に体に取り入れることができています。1年前こんなに物価が上がることを想像もしていなかったので、里飼いの厳しさっていうのをひしひしと実感しているところです。あきみたんからはフードだけではなくて、支援していただいている部分も多くあります。フードのストックがあることで飼い主側の安心感、これは何よりも心が豊かになるし、ストック棚を見るたびにたくさんの愛をいただいているなぁと常に感じています。あきみたん本当にありがとう。